ああ、真空ジェシカや。余裕があるな、川北。ごめんなさい、ちょっとあのパッチリゼロ円にしてきちゃったんで。ゼロ円ってなんだよ。理解しろよ、こいつマジで。真空ジェシカの川北さんです、お願いします。ちょっと意気込みの方だけ語っていただいていいですか。負けるわけにはいかないんで、勝って挨拶に行って正式に結婚、ここに進むために絶対に勝ちます。高野と一緒になっちゃうんですけど、まーちゃんごめんね。違うだろ、ちゃんとやれよ。